JYJ。2010年、東方新規のメンバーであった、ジェジュン、ジュンス、ユチョンの3人により結成されデビューした。2019年にユチョンの事務所との契約解除と引退が発表されたため、以降は、ジェジュンとジュンスによる2人組ユニットとなっている。もともと5人組アイドルグループ東方新規のメンバーとして活動していた、キムジェジュン、パクユチョン。 キム・ジュンスの3人は2009年半ばから所属先の SM エンターテインメントと専属契約をめぐり対立するようになり同年10月に韓国の裁判所から3人の芸能活動の自由を認めその妨害の禁止を SM エンターテインメントに命じる仮処分決定を得ると即 SM エンターテインメントを離れ同年11月から3人での活動を開始させた その後、三人は、韓国の新設会社、c ジェスエンターテインメントと契約を結んで足元を固め、続いてその c ジェスエンターテインメントが当時、東方新規の日本での所属先となっていた、a ッ e x に、日本での三人の専属権を与えて、日本での活動拠点も確保した。そして、東方新規の新ユニットという形で、ジュンス、ジジュン、 ユーチュンという仮の名のグループを結成した3人は、東方新規が正式に活動を休止した2010年4月に、その旨を ABEX を通じて発表し、まず、日本から本格的な活動を開始した。3人は、歌唱のまま活動を続け、ABEX によるマネジメントのもと、 2010年6月には、大阪ドームと東京ドームで、イベント、サンクスギビングライブインドームを開催して、日本で、相変わらず、東方新規時代と同様の動員力を持っている、ことを示した。しかし、表面上密別であった3人とエーベックスとの、関係はすでにこの頃、俳優のクオンサングに不公平な覚書締結を強要した。 罪で服役していたという蘇生が表沙汰になったシージェスエンターテインメントの代表者の扱いをめぐり、早くも冷却化へと向かっていた。そんな中、3人は同年6月下旬に渡米し、アジア各国でリリースする英語史アルバムのレコーディングに取り掛かった。かねてから3人が希望していたカニエ・ウエストやロドニー・ジャーキンスとのコラボレーションに成功し、その結果、 ユチョンが音楽を共に作り上げるといった感じで、よりレベルの高い音楽ができたと自負するほどの作品に仕上がった。その後、三人はワーナーミュージックの韓国法人と配給契約を結び、またそれまで法律事務所が引き受けていた広報を、同国の広告代理店プレーンに委託するなど、着々と韓国での本格的活動のための準備を進行。その一方で、 同年8月にはそれまで東方新規の一員として参加していた日本の音楽フェスティバル A-Nation に出演し Abex からの仕事もこなした。しかしその Abex はミニアルバム The をリリースした直後の同年9月16日 c j s エンターテインメントの代表者の経歴などを理由に3人に対するマネジメントの提出とグループの 活動休止を突如発表した。三人側はその経歴を口実に、A ベックス側から不利な条件での再契約を求められていたと主張し、活動休止は一方的と反論したものの、これにより三人は日本での活動を一旦断たれることとなった。それから約二週間後の同年9月29日、三人はそれぞれの名前の頭文字をつなげた。 JYJ というグループ名で世界デビューすることを発表。これに伴い、ザビギニングと名付けられた英語詞アルバムはアジアだけでなく、ワーナーブラザースレコードを通じて、米国でもリリースされることになった。同作には自作曲も収録されていたが、メンバーらはそれらに固執するつもりはなく、リード曲には、カニエが手掛けた、a g i r が選ばれた。このアルバムは、 同年10月に韓国でリリースされ、同時に3人は、プロモーションのためにアジアや米国各地を回る、有料ライブツアー、JYJ ワールドワイドショーケースを韓国ソウルからスタートさせた。韓国では、リリース前、まだ3人の専属権を持つと主張する SM エンターテインメントから、発売差し止めの仮処分が申し立てられ、また JYJ を前例とした、 強行遺跡の続発を阻止したい、業界団体の韓国大衆文化芸術産業、総連合からも、二重契約を理由に JYJ のテレビ出演や楽曲配信を見合わせる、洋画事業者に要請が出されるなどの出来事があったが、要請を受け入れる事業者は現れず、仮処分もリリース直後に取り下げられたため、通常通り販売された。結局、同アルバムは、 リリースの前後に放送された、KBS ドラマ、ときめき、セイキン金ンスキャンダルへの主演により急上昇した、ユチョン人気にも支えられて、韓国で同年末までに3形態合わせて、レコード会社による集計を元にした、ガオンチャートで約29万枚、小売店での売上を元にした、ハントチャートで約13万枚の売上を記録した。ザビギニングは、 韓国に続き、米国でもまず同年11月からデジタル配信された。3人はこれに合わせて、ビルボード紙に記事広告を出稿して、同氏の広告用表紙を飾るなどのプロモーションを展開した後、同国でのショーケースツアーに突入。だが直前に、米国政府から公演に必要な芸能ビザの発給を拒否され、最初のハワイ公演が中止に追い込まれた。 そのため、三人は、急遽米国での残り三公演を無料公演に切り替え、どうにかツアーを完遂したが、この一件は後に、同工業権を持つ投資加入者や、c j s エンターテインメント代表らが、ツアーの投資者から、詐欺容疑で、刑事告訴されるなどを引いた。この事件は、2012年11月24日、c j、s、エンターテインメント少訴で終結している。 米国でのツアーを終えて、韓国に戻った3人は、同月にスタジアムライブ、JYJ ワールドワイドコンサートインソウルを、3室総合運動場主競技場にて2日間連続で開催し、予定の10万人には及ばなかったが、両日合わせて約7万人を動員した。ただ、このような活躍の中にあっても、各テレビ局の芸能局が元所属事務所側の機嫌を損ねぬよう、 自局が担当する音楽番組やバラエティ番組への JYJ の出演を控える傾向はデビュー以来続いていた。それでも、ユチョンが主演したドラマ、ときめき、セイキンカンスキャンダルのサウンドトラックに参加していた縁で、KBS のドラマ局が制作する KBS 演技大賞に3人揃って出演できることになり、 2010年12月、ようやく初めて韓国の地上波放送に出演して歌を披露することが叶った。年が明けて、2011年1月には韓国語詞の自作曲を収録したミニアルバム付きエ聖集、The Alooms u r をリリース。同作には、東方新規時代に経験した日本での長期生活中の仕事場と宿舎の往復だけしか許されなかった。 事務所の管理体制を監禁と表現するなど全所属事務所への批判を連ねたユチョン作詞の曲が収録されていて話題を呼んだ。次に JYJ はジェジュンが総合演出を務める世界ツアーワールドツアーコンサート2011を企画し2011年4月の台湾国公演から約2ヶ月にわたる旅路をスタートさせた。 このツアーには同年初頭の段階ですでに日本公演も予定に組み込まれていたが、ABEX が公演実施の撤回を要求。同年2月には CES エンターテインメントが ABEX に対してマネジメント業務の不履行を理由に JYJ の専属契約の解除を通知したが、それでも ABEX が解除を承諾せず抗議を続けていたため、 ツアーの概要を発表する同年2月末になっても、日本公演の実施を確定できずにいた。しかし、その直後の同年3月、日本で、東日本大震災が発生したことから、JYJ は、日本公演を同震災の被災者支援のための、チャリティーイベントとすることを決め、まず同震災の支援金として6億ウォンを、福音波事前団体ワールドビジョンに寄付することや、 継続的な支援を表明した上で、翌4月に、同公演の開催を正式に発表した。そして、c j ェスエンターテインメント側はこれを後期として、JYJ の日本での活動を再開させる意向を示した。このコンサートの収益のうち、放射線検出機専攻、相馬市に寄付を行った。それでも、a b e ス側が、同公演は、営利目的であり、自社が、 今だ保有する三人の独占的マネジメント権の侵害だと主張したため、第三セクターが運営する横浜アリーナや埼玉スーパーアリーナから施設利用を断られて会場が本決まりせず、c j s エンターテインメントがコンサートプロモーターと共に ABEX の妨害工作を禁止するよう仮処分を申し立てる事態にまで至った。これに、 日本の一部ファンまでも参戦して、日本での活動休止理由の矛盾点をついた上で、JYJ との契約解消を求める、要望書を ABEX に送付したり、ABEX 側の行為は、不公正な取引方法に該当するとして、同国の公正取引委員会に申告したりして、JYJ への支援を行った。最終的に、日本相撲協会が、 両国国技館の貸し出しに応じたことから、同年6月、JYJ は日本公演を無事開催指導国での活動再開を果たしたが、c j s エンターテインメントはここで万事解決とせずに、ABEX 側の妨害行為の禁止を求めて、正式に提訴することを表明し、双方の確執は本格的に法廷へと持ち込まれることになった。 JYJ は2011年2月、韓国で CJS エンターテインメントとの専属契約は二重、契約でないとの仮処分決定に加え、2010年10月の仮処分命令に基づく間接強制の決定も勝ち取り、芸能活動の障害を取り除くための司法判断をあらかた揃えることに成功していた。JYJ 側がこれらに表立って反応することは、 なかったが、同年5月に、KBS の芸能局が、ミュージックバンクなどに、JYJ が出演しない理由を尋ねる視聴者からの質問に、JYJ は、判決が確定しておらず二重契約状態のためと、公式サイト上で回答したことに対しては、契約問題は、法的に解決しているとして KBS に是正を求めた。回答の2日後、KBS は、 同年2月の司法判断後に、JYJ がアルバムを出していないだけであり、新作を発表すれば、先見を持つ番組側が出演を判断するという、公式見解を出し、c j s エンターテインメントは、新作発表時、ミュージックバンクに出演できることを望むと応じて、ひとまず矛を収めた。だが、KBS との対立はこれで終わらなかった。 JYJ は2011年5月に、チェジュ特別自治道庁から、チェジュ島が世界7大自然景観に選出される要投票を促すための広報大使に選ばれ、その活動の一環として、同年7月放送の関連テレビ番組に出演することが決まっていた。その場で、大使任命式も行われる予定であったが、番組を制作する KBS のチェジュ放送総局が、 生放送4日前に JYJ の出演をキャンセル、代わりに元所属事務所の後輩歌手を出演させた。これに、反国内外の JYJ ファンが憤闘し、KBS のみならず、チェジュ道長まで、非難の矢表に立たされた。c j スエンターテインメントもこれ以上対応に、躊躇するのは、JYJ にとって、無意気として、方針を転換、この件を、 韓国の公正取引委員会に申告して、公営放送局である KBS チェジュへの是正措置を求める事態となった。韓国での全所属者 SM エンターテイメントとの訴訟提訴日である2009年7月31日付で、SM との専属契約を終了させて、今後の活動に干渉しないということで2012年11月28日に合意集結した。 三人が問題提起したことにより、SM の専属契約内容は改善、園芸マネージメント産業の取引構成化のための模範取引基準が制定された。また、2016年には韓国での放送法も改正されたが、この内容は JYJ 法とも称されている。日本でのベックスとの訴訟2013年1月18日、東京地裁は、 エ b ベックスマネジメントに対し、日本国内での JYJ の独占マネジメント権を主張する行為を禁じる判決を下し、また、6億6千万円の賠償金を JYJ の韓国マネジメント会社の c j s エンターテインメントへ支払うよう命じた。また、c j s エンターテインメント代表に対するエ b ベックスの名誉毀損を認定し、100万円の損害賠償を命じた。 エイベックスマネジメントは、判決を不服として、直ちに知的財産高等裁判所に控訴したが、2014年2月に、東京高等裁判所において、両社間におけるすべての訴訟を集結し、今後双方の活動に対し一切干渉しないとの、内容で和解した。アルバム映像作品アルバム、日本語シングル書籍個人での出演については、各項目を参照。 ありがとうございます。